した収入を得るにはということで、儲かる方法、長く稼ぐにはですね、長期で稼ぐには、まあ、安定した収入、長期安定で稼ぐにはってやっぱり当然思いますよね。やっぱりこれのためにはですね、仕組みを作るっていうのが大事になります。ただ時間を売って切り売りしてやっていくっていうのは、まあ、サラリーマンの稼ぎ方で、やっぱりビジネスを作る、自分で稼ぐってことですねを考えると、仕組み作りが一番大事になるかなと思うんですね。でネットビジネスの場合はですね、やっぱり集客からファンになってもらうと、まあ、あとはまあもっと言えば、価値観の共有できる人を集めるってことですね。でそこであなたの、まあ、その方たちに適するサービスを提供するっていう、この流れですねが、DRM っていう流れなんですけども、まあ、これを一つ作るっていうのが重要になってきます。ですので、まあ、仕組み作りっていうのを当初から想定された方がいいかなと思います。で、海外移住ご希望の